にちは、悟です。本日ミセスメジャー 3.0 を手に入れたので皆さんの前で起動したいと思います。すごく怖いです。ちなみにこいつは自作の安全なミセスメジャーです。はい、本日はですね、いいものを手に入れちゃいました。ミセスメジャー 3.0 です。超怖いらしいので楽しみに起動したいと思います。ではダブルクリックして早速起動しちゃいましょう。カチカチ、うおー、あはははは、怖い、やばい、なんじゃこりゃ、うわー、だんだん赤くなってきますね。てか血がやば、これ怖っ恐ろしいぞ。めっちゃダラ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 血が出てきます。怖っ。これもしかして画面が真っ赤になっちゃうんですかね。いやー恐ろしい色、これ血の色やばい、怖っ。半端ねっすね、半端ねっす。いやーこれ怖い、真っ赤か。なんか 2.0 のあの人形みたいなのがブルルって出てきたらもっと怖いですね。コラボしたら泣きますよ。 PC がやばい、真っ赤っか、恐ろしい。うん、あれ消えた。はい、今回紹介したミセスメジャーなんですけど、実はこれオープンソース版です。まあ一応自分で探してくださいということで、皆さんにはちょっと場所を教えませんが、まあこんなのがあるよということです。まあ安全なミセスメジャーですね。まあでもね、やっぱり真っ赤かで怖いので精神的にはやられる危険なものかなと思ってます。まあ自分で探してください。はい、せっかくなので 2.0 と 3.0 一緒に起動して遊びたいと思います。ということでまず 2.0 を起動します。はいはい、実行します。でここで同意してインストール。おほほほ、 PC 壊れる道ですね。もうやばいです。おーい、怖えはい、1分以内にシャットダウンですね。わかりました、怖え。はい、起動しました。おーい、イエー、怖い。さてミセスメジャー 3.0 起動します。レッツゴー。お、起動できたな、よし2つ起動すると怖いな。おおこれやばいこれはすごいぞうわえ、やっぱ怖いね、コラボすると怖いわ。やばおー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 おお、これさ、これやばいでしょ、こっち怖いよこれ普通に 3.0 起動するよりこっちの方が怖いんじゃねえのこれこれやばいこれやばいこれやったら夜眠れなくなりそうだねてか時間的に今起動してんの23時ですけどね、怖え、これマジでちょっとゾクゾクするんですけど、これすげえぞでも怖い、これ怖い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 、やばい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 、何が起きてるのかわからん。ああ真っ赤か、ああああああ、いやーこれやばい。よし、動画のタイトルをミセスメジャー 3.0 と 2.0 同時起動してみたですね。はい、これでいきます。はい、再起動中です。はい、とりあえずどうなっちゃうか見てみましょう。はい、レッドスクリーンになりました。皆さん怖いなと思ったらグッドボタンしてください。はい、ということでいかがでしたか。ミセスメジャー 3.0 とミセスメジャー 2.0、 この2つをコラボしたら完璧なホラーでした。いやー、これだと夜寝れなくなります。
皆さん、コンピューターウイルスの起動には注意が必要です。今日の動画が面白いな、怖いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ではこんな感じで動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。